久保田聖太郎久保田聖太郎から1946年10月6日は、日本の内務官僚、法学者、社会事業家、法学博士、行政裁判所長官、数密顧問官、岡山半額師範教授、久保田義幸の長男として生まれる。岡山中学、第一高等学校を経て、1891年7月、帝国大学法科大学法律学科を主席で、 卒業した。内務省に入省し、後藤新平のもとで、日本の保健衛生制度の確立に尽力。伝染病予防法、来予防法などの制定を推進した。医者ではない事務官として、初めて衛生局長に就任した。また、後藤の影響から、競技の衛生政策のみならず、社会問題、社会政策全般に関心を抱き、 社会政策学会が発足するとその会員となった。農商務官僚も兼任し、1900年農商務省、商工局に臨時工場調査係が設置され、工場法制定のための各地の工場労働者の実態調査が開始されると、久保田はその主任となり、スタッフに桑田熊造、横山玄之助を起用、報告結果は1903年、職工事情として刊行された。 また、農商務省における後継者としては、岡みノルらの部下を育てた。3時官、久米金谷や松井茂ら内務省有志と共に、貧民研究会を結成した。社会政策学者の総伝や原田根明、留岡康介らの実務家、後には、地方局の井上智和、陸江の高行らも加わった。久保田はこの会を通じて、井上に、事前事業の重要性を啓蒙した。 1908年、中央事前協会を設立。井上、桑田らと共に救済事業調査を行う。また、大正期には、井上、桑田らと共に救済事業調査会の委員になり、社会労働行政の整備に貢献した。行政裁判所長官を、約10年の長きにわたり務め、数密顧問官に就任した。大正後期から東京統計協会の、 副会長として、坂谷義尾会長を支え、坂谷の後には会長を務めた。ありがとうございます。